皆さんはじめまして私は代表取締役社長の岡田裕二です本日はコロナウイルス下中のお忙しい中弊社の会社説明会をご覧いただき誠にありがとうございますまた弊社より皆様にはご支援いただき重ねてお礼申し上げます本日の流れはまず 私の自己紹介から当社のこの1年間の取り組み、そして私どもの目指す方向性をお話しした後に、常務取締役管理本部長の前西より、今期の業績について説明させていただきますので、最後までよろしくお願いいたします。それでは最初に私の自己紹介ですが、 経歴を含めて簡単にお話しいたします私は1996年入社で今年で入社24年になります最初は東京本店にてサービス職と営業職に計6年間つきましたその後2002年からは本社で経理職2005年からは 海外営業職につき、2006年からはオランダにて欧州事務所の立ち上げに当たりました。途中、リーマンショックもあり、2009年の帰国後は経営企画室で経営計画の作成等に加わり、2012年からは岐阜県大垣市にある中米営業所の所長職につきました。その後、 2015年に本社へ戻り、マーケティング本部副本部長、2016年からは同本部本部長、そして昨年2019年4月より代表取締役社長に就任いたしました。これは私が社長就任挨拶で話した言葉ですが、私のモットーは人を大事にすることです。 やははり企業にとっての財産は人です社員を大切にすることは当たり前のことですが、お客様、販売店様、協力企業様、そして株主様、すべての関係者との出会いを大切にし、皆さんのご支援に感謝して、経営に取り組んでまいりたいと思っておりますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。 以上簡単でありますが、私の自己紹介とさせていただきます。当社の概要や取り扱う商品等については、お配りしております資料をご確認いただければと思いますので、続きまして、当社の強みと合わせて、この1年間の取り組みについてご説明させていただきます。当社の強みは、 まず一つ目は、国内トップクラスの品質を誇る解体アタッチメント、そして販売後のアフターメンテナンスを自前の全国サービス後でカバーできる工場併設の営業所体制です。この強みをさらに活かすとともに、昨今の商品大型化に対応するため、現在、各営業所の工場新設移転、 大型クレーンの導入にも順次取り組んでおります。昨年11月には四国営業所を移転新設いたしましたが、今期も10月に横浜営業所を移転し、新たに神奈川県平塚市に湘南営業所として新設いたします。また、 解体アタッチメントには大きく2種類、中古品と呼ばれる鋳物から製造される製品と、生姜品と呼ばれる鉄板を裁断、溶接して製造した製品がありますが、当社が最も得意とするのは前社の中古品で、中古品の特徴として、生姜品に比べ手間がかかる分、頑丈かつ 軽量化を実現できます。ちなみに、競合他社の主力商品は、ほぼ生産品のアタッチメントとなっております。地震が多い我が国、日本において、コンクリート建造物の建て替え工事は、今後20年、30年、必ず必要となってきます。当社の解体アタッチメントは、 都市再生において必要不可欠な存在となっております。年々頑丈になる鉄筋鉄骨コンクリート建造物に対していかに早く、いかに静かに、そして安全に解体できるかを日々研究し、新商品の開発とサービスロックの向上に当社は努めております。また、 そうして培われた技術力は、日本国内のみではなく、海外市場においても、各国のニーズに合わせて改良を加え、海外専用モデルとして展開しており、今年の4月からも新たに専用モデルを追加いたしました。なお、海外売上強化に向け、昨年6月にはアジア市場の拠点となる、 タイ駐在員事務所を開設し、今年1月には欧州事務所の拠点であるオランダ駐在員事務所を現地法人化しております。二つ目の強みは、木材粉砕機を代表する環境関連機器と呼ばれる分野に、日本の市場でいち早く参入していたことです。木材破砕機とは、 最近よく耳にする再生可能エネルギーを発電するときに木質バイオマス発電所の材料となるチップ材を原料となる木材から生産するために使用される機械です近年ではそういった形でスポットライトを浴びておりますが当社では約30年前から木材破砕機を輸入販売し ノウハウハを蓄積しておりますまた、木質バイオマスの発電の分野は、近年問題となっている間伐材等の未利用材の再利用にも大きく役立っております。3つ目の強みは、南西機械をグループ化したことです。南西機械の保有する林業機械、 金属リサイクル機械。ケーブル、機械ケーブル、クレーン、ウィンチ等が製品ラインナップに加わったことにより。当社製品の厚みは一層増しております。なお、ケーブルクレーンは？ダム建設等で利用されていますが、昨年完成した群馬県のヤンバダムにおいても大きな役割を果たしております。 これら三つの強みに共通している、言えるキーワードは、再生、再利用です。私ども、岡田グループは、これらの分野で、再生、再利用を支援するという役割で、経営理念でもある、社会に存在かつある会社を常に認識し、向上,に向上の矢印で、確実な前進を目指しております。 また当社はこれら3つの強みを活かし中長期経営計画アーチ2020作戦に沿ってこの1年間取り組んでまいりました。こちらが中長期経営計画アーチ2020作戦の進捗状況になります。アーチ2020作戦は2015年度から6か年計画で売上を倍増して 200億を目指すチャレンジング、チャレンジングな内容でした。これまではほぼ計画通り順調に進めてまいりました。そして本来であれば、今年5月には埼玉スーパーアリーナで単独の展示会、岡田80周年感謝祭を開催する予定でしたが、こちらは残念ながらコロナの影響から来年に延期となりました。 この展示会の延期は一例でございますが、このようなコロナの影響は各所で出ており、そういった不確定要素が多いことから、2020年度の売り上げは一旦未定とさせていただいております。なお、足元の,コロ,ナのえコロナウイルスの影響ですが、国内セグメントについては、2月、3月、4月の実績を見ますと、 がが残ってていいたこことともあありり今のところあまま影響が出ていません一方で当社国内売上先の約70%を占めるショ,ショベルメーカー反社にはコロナの影響で積極的な営業活動は行えておりませんが当社の製品が使用される解体現場自体は屋外ということもありほぼ稼働している様子です。 また、修理の依頼と部品の受注は、ほぼ従来通りと変わりなく来ていますが、新規の製商品の受注は、やはり営業できていない分、商談件数はあるものの、クロージングまでは至っておりません。この先、コロナの影響がどういう形で出るかは、あと少し様子を見ないと予想でき,てできないというのが本音です。他方 海外セグメントについては、2月の出先は、出足は好調でしたが、3月、4月は大きく売り上げを落としております。一部の地域では少しずつ活動できるようになってきているようですが、コロナの影響がこの先どの程度続くかについては、まだまだ不透明でございます。南西セグメントについては、 2月、3月、4月と、凸凹で、一部ではコロナの影響があると思いますが、ショベルとセット販売が多いという特性から、ショベルの納期ずれに伴う受注、納期のずれ等もございます。なお、南西の工事部門はもともとメリハリがありますので、ここについては心配ないと考えております。以上から 現段階では合理的に予想することができず、2020年度の予想を未定とさせていただいております。このように、景況感は不安定な状況下でありますが、とはいえ、我々の潜在的マーケットはしっかりありますというのが、こちらのグラフになります。こちらは、業界団体である日本建設機械工業会が発表している 油圧ブレーカー、圧っ機等の出荷金額をグラフ化したものですが、この10年間、ほぼ順調に国内では需要が伸びていることが分かります。リーマンショックが収まった2012年以降、国内の出荷金額は1.6倍になっております。ちなみに当社の国内セグメントはそれを上回る伸びとなっております。 また解体マーケットを違う視点から見てみました。こちらの図はコンクリート建造物や鉄骨が多く使用される倉庫など非木造建造物が建てられた年代とその建築面積を示しております。コンクリートの寿命は一般的に約40年から50年と言われておりますが矢印から左側の部分が 現段階ですでに40年,経過し40年以上経過している建物の面積となります。一方、矢印から右側の部分については、これからコンクリートの寿命を迎える非木造建造物となりますが、この図を見ていただければ、えー、解体の需要はむしろこれからが本番であることが予想されます。こののように日本の都市開発は この先も続きますのでコロナの影響が落ち着けば当社の製品が活躍するステージはまだまだあるのでご安心ください一方林業マーケットはどうかというとこちらは林野町発表の資料ですが木材自給率は平成30年時点で8年連続上昇としております木材の需要は 燃料材を中心に伸びているのですがこれは国土の強靭化にもつながっています森林では樹木の手入れを行わないと木が根腐れを起こしてしまいちょっとした台風でも倒れてしまって土砂災害を引き起こしますこの樹木の手入れには木,の木を一定間隔で伐採する干ばつという作業が必要となりますが 近年、現場では人手不足が深刻な問題となっております。そこで林業分野では、機械化が進められており、機械化の鍵となる南西機械の林業機械が注目されております。今後に向けた当社の行動ですが、さらなる成長に向けて、大きく3つの戦略を立てています。1つ目は、人事戦略です。 私は就任当初から人を大事にすることをモットーとしておりますが、当社のビジネスモデルを振り返ってみますと、社員個人のスキルに依存する点が多く、どのように個人の能力をアップさせ、そしてチームワークを強化していくかが課題となっております。そこで、研修、キャリアサポートを一層充実させるとともに、数年の採用を実施して、 適適時適材の採用を行っておりますその他にも、システム化による業務の合理化、省力化を図るとともに、同一労働、同一賃金の実施や、原則正社員化への維持を図り、正社員、パート社員等の就業形態を問わず、従業員のモチベーションアップを引き続き図ってまいります。 二つ目は従来から取り組んでいるマーケット戦略ですが、国内では生産強化と営業点充実を引き続き図ってまいります。一例としてコロナの影響下ではございますが、すでに決定している湘南営業所の移転開設を行います。海外では北米、欧州、アジア、 三極体制の確立を引き続き図ってまいります。欧州市場ではオランダの駐在事務所を現地法人化し、またアジア市場ではタイに駐在事務所を新たに開設したので、今後は人をどう配置するか、そして現地ニーズに沿った商材をどう投入していくかが課題となります。なお、この4月に 現地向け商材を新たに投入できましたので売上増が期待できますまた南西では岡田と南西のシナジー効果の現実化です現在のところはまだ不十分な点がありますが南西機械の M&A による製造能力の補完林業分野の一層の売上増が見込,ます見込,め,見込めると考えておりますので引き続き取り組んでまいります 先ほどもお伝えしたように、解体の分野、林業の分野ともに、潜在的なマーケットは多く存在している当業界は、数ある業界の中でも、珍しい、まだまだ伸びる可能性が高い業界と考えております。今後も事業領域を拡大して、国内を伸ばせていきますし、海外もやればやるだけ伸びしろがありますので、引き続き努力してまいります。 3つ目は、経営基盤強化です。統合機関システムの導入によりグループ連帯を、グループ連携を強化して、一層の効率化、標準化、情報一元化を図ることで、ビジネスチャンスを逃さないようにし、同時に社員のワークライフバランスを向上させたいと考えております。そして、コーポレートガバランスについても強化しました。 外部機関による取締役会実効性の評価、女性社外薬品専任議案の提出議決権行使、議決権行使の電子化については、すでに実施済みで、6月からは任意の指名報酬委員会を立ち上げ、役員報酬の決定にあたり、一層の透明化を高めてまいります。また、 投資家様との対話を強化するためにも IR 担当チームを今年から立ち上げ、教育を図り、IR 活動を活発化してまいります。そして昨今、企業は s t g s への取り組みに関する説明を求められるようになりましたが、当社は、当社製品自体が s t g s の解決課題解決に直結する珍しい会社であると考えております。 具体的には17の目標のうち、まず11番、住み続けられるまちづくりと、12番、作る責任、使う責任に関係しており、ご覧のように、都市におけるリサイクルシステムを支える解体アタッチメントや、金属リサイクル機械を当社は取り扱っております。特に当社の解体アタッチメントの一つ、圧っ機は、 老朽化した建物を破砕して建て替えを進め国土の強靭化を図るとともに災害発生時の復興にも欠かせない存在となっております次に15番陸の豊かさを守ろうと7番エネルギーをみんなにそしてクリーンにという目標についても直結しています国内の産地森林資源の 有効活用において当社グループの林業機械やケーブルクレーンは欠かせませんまた下段の写真にもありますように木質バイオマス発電や水力発電にも当社は関係しております具体的には当社の環境機械で破砕した破砕し生産したチップは木質バイオマス発電所で発電を行うための原料となりますさらに 昨年の台風で関東圏の水害を防ぐ大きな役目を果たしたと評価されたヤンバダムに建造にあたっても当社のケーブルクレーンが使用され全体の約半分のコンクリートを輸送しました加えて当社製品が木質バイオマス発電に関連していることもあり当社の全拠点が使用する電力を100%木質バイオマス発電由来のものに昨年度から切り替えております 以上が今後の戦略についての説明となります私からは最後に、当社の配当金推移をお伝えいたします2020年3月期は、1株当たり28円の配当を予定しておりますが来月の株主総会で決議されましたら、10期連続の増配となります 2021年3月期については、業績の見通しを未定とさせていただきましたが、増配は少しずつでも必ず実施したいと考えております。今後も連続,連続増配にこだわって、経営に取り組んでまいりたいと考えておりますので、今後でも引き続きご支援のほどよろしくお願いたいたします。続きまして、毎日より、 業績について説明いたします。管理並びに経営企画を担当しております、前西でございます。よろしくお願い申し上げます。業績に関しまして、すでに発表をいたしておりますので、概略はご認識いただいていると思うんですが、私からはもう少し詳細に中身を説明させていただきます。2020年3月期の業績に関しましまては まあ16ページの方に4級と通期の数字を掲示しております。まあ、4級に関しては2つの環境要因の説明が必要だと思います。まあ、1つは昨年10月に発生いたしました台風被害に関連した油圧ショベルのまあ納期ずれの影響、これがあの3級に発生したんですけれども、これを4級でカバーできたのかとまあいうことと、ま、あ まあ、まだ引きずっているのかということですね。もう一つが、まあ、言うまでもなく、コロナ影響でございます。ええー、いわしショベルの納期ずれ影響に関しましては。まあ、主力の圧載機に関しましては、まあ、残念ながら。産級のカバーというわけにはいかず。まあ、やはり、あの、少し影響されたのか。四級でも若干前年対比でいきますと5。5%の減ということになりました。あと、大きかったのが。 まあ南西機械の林業機械ですね、これはあの先ほど社長も言っておりましたけれども、ほとんどショベルとセットで納車されますので、まあ、かなり影響を引きずっておりまして、まあ、4級もかなり影響ありまして、前年比でだいたい2割減となっております。まあ、逆にあの災害復興的な需要では、掴み機という機械がありまして、まあ、これはあの災害復興であるとか、 木造解体であのよく使われる非常に幅の,ひあの使われ方が幅の広い機械なんですけれどもこれはの4級で前年比で倍増いたしておりますえというのがあまあ台風並びにショベルの納期ずれ影響ということでございますであのコロナ影響なんですけれども、まあ、先ほどさあの社長の方から説明がありましたなんですが、まあ、実はアメリカは1月決算となっておりまして4級は 月月月から1月という3ヶ月なんですねですから、コロナ影響は入っておりませんえむしろアメリカは、まあ、中盤戦で結構苦戦したんですけれども、まあ、ちょうどあの景気対策であの年末ぐらいに利下げがあったと思うんですけれども、まあ、それとちょうど同じタイミングで主要なお客さんに対しまして反則キャンペーンを打ちまして、これが非常にうまくいきまして、4級は前年対比で5割増しと、非常に好調でした。 でヨーロッパについてはですねこれもちょっと複雑で12月までは3級に入ってたんですね数字はで。1月に現地法人化をいたしましてすぐ1月に決算を締めたので、まあ、4級はの先ほど 2, あの2、3とコロナ影響かぶってたんですけども実はそのコロナ影響というよりそもそも2月3月の2ヶ月分の売上が四季回しになってしまっておりますので、えーまあ、完全にその4級は一月だけの数字になっているというふうな状態ですね。 でアジアは、まあ、若干コロナ影響を受けているということなんですけどももともとちょっと苦戦していたというふうなことですまた、あ、いましてショベルの納期ずれともうコロナについては若干影響を受けたんですけれどもお、まあ、プラスの要因もありまして、まあ、つかみ機あと環境機会も結構最後頑張りましてあとアメリカが良かったというところのプラス影響もありまして、まあ、結局は4級はですね増収となりました。で 利益率の高いアメリカが伸ばしたおかげでですね利益はだいぶ改善いたしました、えー、ということなんですけどもまあ、続きでは何とか増収を確保したんですけれどもまあ、現役となりまして業績予想対比も満たすという結果になったということでございますで、続きの売上の要因に関しましては17ページの方に多岐グラフを記載しておりますまあ、ざっと見ていただくとまあサイで海外 南西ですねこれ本来ならば三本柱なんですけれども、まあ、ここで苦戦をしたとでその他で頑張ってなん、まあ、とか補ったということでございます、まあ、逆にこの三本柱が、まあ、あの期待通りないしは持ち上がってくるとぐんと上がるというふうなことでございます、まあ、国内では先ほど申しました通り台風によるショベルの納期ずれで特に下木アサイキが苦戦をいたしましてマイナスと で環境機械は、まあ、台数的にはほぼお例年と一緒だったんですけども、まあ、最近ちょっと大型の機械が出ておりまして、まあ、プラスとで、つかみ機は先ほど申しましたとまり、えーまあ、災害復興なんかで使われるということで、ぐんと4級で伸びてプラスと、で修理、保材もプラスと、特に、えー、保材部品がよく出ております。えーまあ、現場は動いているというふうなことだと思います。 で海外なんですけれども、あの米欧はですね、米国と欧州は順調に伸ばしたんですけれども、基、ま、礎、あ、からのアジアの苦戦が続きまして、えー、響きましてマイナスと、まあ、海外は後で詳しく説明いたします。まあ、南西はですね、えー、台風によるショベルの納期ずれ影響がありまして、大幅マイナスというふうなことでございます。なお、南西なんですけれども、まあ、最近、岡田のお製造保管という役割が結構増えてきておりまして、 20年3月期には、岡田愛用向けの売上が約2億円たっております。まあ、ただ、これはあの内部売上ということで、連結その決算上はあの相在されて、こういう数字に乗ってきてないというふうなことをですね、こういうちょっとグループ役割的なちょっと影響もあるということをえーご認識いただきたいというふうに思います。まあ、次にに利益面なんですけれどもえ18ページの方に 営業利益の増減要因を記載しております。まあ、国内は売上増加により粗利も増加いたしました。粗利率はほぼ横ばいでございます。で海外は、まあ、アジアの売上が減少したんですけれども、もともと利益率の高い米欧の売上が増加して、でアジアが減ったと。アジアはもともと利益率が低いと、アジアが減ったということでですね、その構成変化で若干その利益率が改善しております。 したがいまして、えー、減収なんですけども、まあ、微増益ということになっております。で、南西はまあ減収ということと、まあ、あとはですね、えー、最近、社員の待遇を上げてきておりまして、まあ、南西の場合には製造人員があの非常に多いということで、あ、えー、利り率のちょっと低下につながってきておりまして、そのダブルパーチで結構ここで利益が減少しているというふうなことになりました。まあ、それらの結果 まあ全体といたしましてはあ、あらりはほぼ横ばいですね。で、販管費の増加が営業利益の減少につながっていると、まあ、そういう構図になっております。で、販管費が1億5600万、まあ、増加しているんですけれども、うち人件費要因が9200万と約6割を占めております。まあ、ここもとと売上を伸ばしてきてきおりますすのののでで、まあ、国内外の営業人員の増加ですね、まあ、それと アメ,アメリカは結構、営業コミッションが大きいので、まあ、業績がいいと、このあたりが増えてくるというふうなことでございます。でそれ以外の経費では、えー、拠点展開、海外の拠点展開を図っておりますので、まあ、海外の拠点展開に伴う、まあ、費用と、それに伴う販売プロモーション、まあ、こういった経費が増加しておりまして、そういうのがだいたい6000万ぐらい増えておりますので、まあ、そういったものが主な要因と。まあ、従いまして、まあ、半会費増なんですけども まあ営業とか海外展開の先行投資的な部分もあるというのをちょっとご理解いただきたいなというふうに思っております。えー、次に20ページの方にですね地域別の売上を記載しております。えー、まあご覧のとおりです、ね、成功到底の冬型の気圧配置のようになっておりまして、えー、特に首都圏はあの需,要需要は旺盛なんですけれども オリンピックを控えておりまして、オリンピック期間中に解体工事を持ち越さないというためにですね、あの一時期全国から首都圏に業者さん集まってたんですけれども、まあ、そういった業者さんがそれぞれの地域で今仕事をしているというふうなことでございまして、まあ、特にその IR とか万博を控える関西、まあ、ないしは福岡天神地区の再開発需要が旺盛な九州、まあ、こういったところで元気だということでございます。次、あの21ページの方に、 海外の地域別売上状況をお示ししております、まあ、北米は先ほど申しました通り4級で追い上げて前年比プラスを確保いたしましたでヨーロッパも、まあ、決算期の関係で今回は10か月決算というふうになったんですけれどもそれでも大幅プラスということになっております、まあ、アジアは基礎から米中の貿易摩擦の間接影響だと思いますが、まあ、厳しい まあ価格競争に合いまして、まあ、なかなか値段が合わないというふうなことで、えー、35%の大幅マイナスというふうになりました、まあ、なんですが、まあ、先ほど社長から話があったとおり、えー、6月にあのタイの中大院事務所を出しまして、えー、そこであのマーケットリサーチとあとまああの現地のパートナーさんなんかと一緒にですね、えー、テストなんかを含む商材開発これを行いまして、まあ、なんとか今期に あの海外の戦略商品を間に合わせることができましたので、まあ、これはですね、岡田品質で価格的にもアジアで競争できるというふうな商材ですので、えー、まあ十分戦える商材でございます。まあ、足元での評判はいいというふうなことですので、まあ、コロナが明けてくれば、まあ、期待は持てるんじゃないかなというふうに思っております。えー、最後にに設設備備投資関係でですすが、まあ、22ページののの方ですねご覧の通り今順番に製造設備営業所修理工場の 回収、まあ、移転等を行っております。えーまあ、ただ当社の場合には基本的にはですね大きなその焼却期間の短い機械設備というのがあんまりございませんので焼却負担はそんなに一気には増えてきておりません、まあ、足元でだいたい4億円強ぐらいです22年3月期には四国の移転と本社の整備工場の増強を行いました 今期は、まあ、先ほど話がありましたとおり横浜営業所の湘南への移転新設ですと、まあ、国内グループ統一のシステム投資を控えております、まあ、コロナで一旦はまは新規投資を再度見直して、えー、慎重姿勢に切り替えはしてるんですけども、まあ、このあたりの投資については状況を見ながら、まあ、必要な投資はやっていきたいというふうに思っておりますので、えー、ご理解をお願いいたしますなおあの資料にはございませんが、えー、今期の設備投資計画といたしましては まあ、湘南営業所とシステム投資含めまして約8億円。で、焼却はですね、えー、大体今期の焼却は4億5000万から4億6000万になる予定でございます。まあ、以上が前期のお業績の説明でございます。まあ,あの、たらればなんですけれども、前期マイナス影響のあったところですね、あっさい期、で、海外のアジア、で、南西の林業機械、で、ヨーロッパの決算提供、まあ こういったのが期待どおり、ないしはその影響がなかったら、ですね、業績目標も見えてたということです。今期は、その油圧ショベルの影響はもちろんなくなりました、あと、アジアの減速の要因もなんとか対処したというふうなことでございます。ただ、コロナ影響が出てきたというふうなところで、ですね、国内は今のところ、まだ影響は出てないけれども、今後ちょっとどうなるか。 で海外は今の影響がどこまで続くか、ここのあたりをです、ね、2ヶ月間ぐらいは、まあ、コロナの影響を確認させていただいた上えで、一、まあ、級の決算と同時に、まあ、続きの業績予想を出させていただきたいなというふうに思っておりますので、まあ、何とぞご理解をよろしくお願いを申し上げます。ごご清聴ありがとうございました。